よし、食った。よっしゃ、食ったよ。今のはいい当たりでしたね。皆さん、こんにちは。釣り車中泊旅中の漬物です。宮崎県に大鰊を狙うために、去年の年末かな、年末からずっと滞在してるわけなんですけれども、ハプニングが起きまして、前回の動画でご報告した通り、サーフ用の竿がですね、折れてしまいまして、で、今、釣り竿を修理に出しているところです。で、そんな中で、漬物は何をしていたかというと、宮崎県の海岸線を行ったり来たり、車で走り回りながら、サーフの状況を見たりとか、で、大鰊がヒットした、大鰊らしき魚がヒットした砂浜にも、結構毎日ぐらい通っていて、で、状況だけは見るようにしてました。まあその間サブロットのこのシュアジギングの竿で、ちょっと重たい竿なんですけど、これで釣りをしたりもしてたんですけれども、まあとりあえずは大鰊長江は、休んでるというような状況です。で、そんな中で、宮崎県の海岸線をずっとこう車で走り回っていたらですね、今日はとうとうね、鹿児島県にいつの間にか入っていたっていうのが正しいんですけど、鹿児島県に、入りました。なんかいい感じの河口を見つけたんで、ここで、釣りをちょこっとだけしてみようかなと思います。釣りをしてらっしゃる方いらっしゃるので、なんか釣れてるんじゃないかなと。多分シーバスやってんのかな、みんな。なんかルアー投げてるんで、シーバスをやってるっぽいですね、皆さんは。で、漬物は、このエギングロッドに、ライトゲーム用のリールをつけて、こういうエビっぽいワームを使って、クロダイを狙ってみようかなと思います。まあ、パッと見た感じ、水深はそんなに深くなさそう。うん、割とすぐそこに着くんで、そんなに水深は深くなさそうです。で、今は潮が満ちてきてるタイミングなのかな。川の上流に向かって水の流れがこう入ってきてるような感じです。ミノーとか投げたら、もしかしたらメッキとか釣れるかもしれないけどな。どうなんだろう。お、来た、ほら来たよ。ちょっと待って。あ、バレた。あ、バレた。バレたけど、マジで今速攻食ってきたな。マジか。ちょっとドラグ緩かったかな。今のはクロダイっぽかった。なんかいきなりすぎて、ちょっと合わせられなかった。今でもワームのなんか手がビラビラがこうちぎれてたから、フグだったのか。でもフグにしちゃちょっと引きすぎだな。ワームを新しいのに変えてみます。よし、これでやってみます。ここは多分そこは砂地だと思うんだけど、こう石がゴロゴロ当たるような感じとか引っかかる感じとかないんで、砂地って感じだと思うんですけど、何食べてんだろうな。穴じゃこみたいなやついんのかな。あー、でもこうやって一投目とか速攻で魚食ってくるときって、爆鳥かと思わしておいて、結構その後続かないことあるんですよね。これは漬物のジンクスなんですけど、結構これね、ハマっちゃうこと多いです。今日もそれかな。しかも結局魚の正体は分からず。ん？なんだ。あ、フグだ。フグもいるんだ。毎度おなじみのクサフグちゃんです。おう。あ、でも今フグ触ったらすごいあったかかったな。やっぱり水温は高いみたいです。
そこまで沈めて、そこの方でちょんちょんちょんとやって落とす。でまたそこについたらちょんちょんちょんと、こんな感じでゆっくりと探ってます。そこの方にいるカニとかエビとかそういうものをこう意識してやってます。なんかみんなシーバスかなんか狙ってミノーとかバイブレーション投げてるから、漬物もそうしようかな。そっちを狙った方が硬いかもしれない。やっぱりこれ地面見る感じだと砂地だよな。砂地に岩が混じってるポイントを見つけられればそこが一番良さそうだけどな。さすがにもうあんまり時間がないからそんな場所を探すこともできないし、とりあえず流れが効いてるところにワームを打ちまくっていくしかないか。あ、今食ったかもしれない。合わせ損なった。多分今食ったな。なんかコンってなった。タイミングが悪かったのと、あとうまく食い込まなかったな多分。うん、今のはなんか当たりっぽかったな。いや、あの一投目で釣れたやつの正体を知りたい。よし、食った。よっしゃ、食ったよ。なんだろう、え、結構でかいな。え、ちょっと待って、結構でかいかもしれない。慎重に慎重に。あ、そんなにでかくないか。そんなにでかくないけど、フグでは絶対にない。シーバスでもないな。おお。お、やっぱほら、クロダイだ。キビレだな、キビレだ。よし、ゲット。はい、釣れました。やっぱりね、ヒットしてきた魚の正体はクロダイ、まあキビレですけどね、キビレでしたね。大きさは37、8センチってとこかな。40センチはなさそうな感じです。おお、活性が高いみたいで丸飲みですね。やりました。よし、ユーマズメのギリギリでなんとか一匹釣ることができました。日が暮れるまで遊んでみようと思います。おっ、あー、今食ったな。お、ちょっとこれはもしかしてユーマズメ爆釣タイムじゃないのか。ワームは大丈夫だな。日が沈むまでにあともう一匹釣りたい。よし、来た。よっしゃー、今のはいい当たりでしたね。おお、元気だ元気だ。真冬でもこんな活性だからいいな。やっぱ暖かい海は楽しいな。はい、キャッチ。はい、さっきと同じぐらいの大きさのキビレちゃんです。ヒレがすごい綺麗ですね。やりました。よし、食った。さて、食材を買いに行きますか。
スーパーに寄ってから魚を料理したいと思います。さてではでは、釣ってきましたキビレで今日の晩ご飯を作っていこうと思います。水がきれいなところの魚だから大丈夫だと思うけど、一応加工の魚だから匂いが気になりにくそうな量にしようかな。水がきれいなところの魚だけど、やっぱり雑食性のクロダイらしく、内臓の中はちょっと匂いますね。キッチンペーパーでなるべくきれいに掃除しておきます。よし、頭と内臓を取り除いたら3枚におろしていきます。腹骨を削いで、そしたら皮も剥いじゃいます。血合い骨をカットして、そして適当な大きさにカットします。切ったクロダイの身をジップロックの中に入れます。でこの中に醤油で、カレーパウダーで、これマキシマム、これを少し入れます。で最後に日本酒を入れます。これでジップロックを閉めて、よく揉んで、よく振って、しっかりなじませます。でさっきの魚の身に片栗粉をまぶします。よし、では揚げ焼きにしていきます。よし、晩ご飯が完成しました。キビレのスパイシーカレー風味焼きです。まあ、焼きというか揚げというかどっちなのかよくわかんない感じですけど、いや、カレーの風味がめちゃくちゃ食欲をそそりますね。いただきます。これカレー風味なんですけれども、ちょこっとマヨネーズをつけていただきます。うん、うまい。いや、カレー粉、カレー粉やっぱいいな。ご飯にも合う。うん、加工で釣ったキビレですけど、臭みは全然気にならないです。まあ皮取ったから余計に気にならないんだと思うんですけど、なかなかいけます。で今日は揚げ物なんでビールを買ってきました。これスーパーで普通に売ってたんですけど、薩摩ブラックっていうこっちの地方の、クラフトビールだと思います。でこれね、気になったのが原材料名にさつまいもって入ってるんですよね。ちょっとどんな味がするのか気になりますね。早速飲んでみます。いただきます。あ、うん、すっごいこれ香ばしいな。口に含んだ瞬間の香りと、あと苦味はビールなんですけど、なんだろう、後に引くなんか甘さ、若干甘さがあって独特の香りがします。これがさつまいもの香りなのかな。なんかこう思ってたほどさつまいも感がすごいっていう感じではないです。こういう独特の味はクラフトビール感があっていいなって思います。年末年始は大鰊を狙うことに必死になりすぎて、またこう痩せてしまったみたいで、皆さんにこうご心配をおかけしたみたいなんで、しっかり食べて体力をつけたいと思います。申し訳程度の野菜成分だな。完食です。ごちそうさまでした。
寝る準備が完了しました。今日は宮崎県の海岸をこう走っていたら、いつの間にか鹿児島県に入っていたという感じなんですけれども、明日は宮崎県のあの大仁部が釣れたサーフに戻ろうかななんて思ってます。サーフの状況を見ながら、情報収集をしながら、ロッドの修理が終わるのを待とうかなというふうに考えてます。それでサーフ用のロッドが帰ってきたら、全力でね、また大仁部を狙ってみようと思っています。まあそうは言いましたけど、旅の予定は未定なんで、どうなるか全然わからないですけどね。ということで、今日はこの辺で失礼して寝ようかなと思います。今日は結構一日中ドライブというか車の運転をしていて、結構ね、疲れました。じゃあね、今日はこの辺で失礼します。おやすみなさい。